ラーおやじチャンネル。こんにちは、モデラーおやじモデオです。本日も一緒に RC カーを楽しんでいきましょう。 TT-02 の足回りをタイプ S にしていきたいと思います。ここにたくさんのパーツ並べてありますけども、まずどういったパーツが必要になるかというのがね、皆さんが一番不安に思うところかなと思います。タミヤのホームページに行きますと、トップページの下の方に各種ダウンロードというところがありまして、こちらをクリックすると RC モデル組み立て説明図、ここをクリックします。そうしますとオンロードの中でもベルトドライブ、シャフトドライブというものがありまして、ちょうど左の上の方にですね、 TT-02 タイプ S、 こういった説明書が PDF でアップロードされていますので、自由に閲覧あるいはダウンロードしてプリントアウトができるようになっております。そういった説明書を見て足回りに関する必要なものを全て揃えるという方法も良いとは思いますが、パーツ数も多いので見落としたり、いろいろメモを取るのも大変かなと思います。そこでとにもかくにも、まずはですね、この OP ナンバー1634 TT-02 タイプ S スチールマウントセット、こちらを最初に購入することをお勧めいたします。この説明書をですね見ますと、この右上の方にですね、タイプ S 化するにあたってこのオプション以外に必要なものがですね、いろいろ書かれておりますし、フロントリアのサスペンション周りの組み立て説明書にもなっております。ですからね、まずはこの OP ナンバー1634を購入することを強くお勧めいたします。左下の方にはこの説明書で説明されている以外のものもですね、使えるものが紹介されております。その名の通りスチールサスマウントと書いてありますので、金属製のサスマウントが入っていたり、サスピン、ジョイントカップ、主にそういったものがこのパーツに入っています。カスタマー扱いで FRP のタイプ S 用のダンパーステというのも購入することも可能ですが、ホップアップオプションとしてカーボンダンパーステも販売されておりますので、いろんなネジ類やピロボールも入っていますので、カーボンタイプのダンパーステをフロントリア購入するというのも良いかなと思います。TT-02 用のカーボンダンパーステは使えないのかということになるわけですが、アッパーアームの取り付け用のですね、この穴が用意されているかどうかというところがね、一番大きなポイントになります。ですからこのタイプ S 用のカーボンダンパーステはあった方がいいかなと思います。もちろんドッグボーンのまま対応することもできますが、フロントはダブルカルダン、リアであればユニバーサルジョイント、そういったものを用意するとより高性能にできるかなと思いますが、その辺はね、予算とのご相談もあると思いますし、予算があまりない時でも最低限ユニバーサルにしておいた方がサーキットでクラッシュした時に脱落しなくて良いかなと思います。 TB-03 用のフッ素コートピロボールキングピンセット、これはフロントに使うんですけどもね、こういったキングピンも必要になってきます。それからリアにはですね、 TB エボリューション用の 2.6mm のステンレスサスシャフトセット、これも必要になります。サスアーム類に関しましては、タイプ S とタイプ SR で販売された時期が違うというところもありまして、サスアームの組み合わせもね、ちょっと違うようになっています。比較的新しいタイプ SR のパーツで揃えとこうが、ゆくゆくパーツ供給がね、長く続くんじゃないかなと思いまして、私はタイプ SR の説明書に沿ってアーム類を揃えてみました。リアのアップライトに関しては TRF-418 用の E 部品ですね、これが必要となりますし、フロントに関しましては418の C 部品アップライトと、リバーシブルサス用カーボン強化ハブキャリア、こういったものをセットで使う必要が出てきます。 TT-02 は標準でリバンプストッパーが取り付けられない構造になっておりますが、スチールサスマウントを取り付けることによってリバウンドストッパーを取り付けることもできるようになります。セッティングを詰めていきたいという方であれば、やっぱりね、フロントリアにぜひ用意していただきたいパーツではあります。サスアームに関しては TB エボリューション 4D 部品を使っていきたいと思います。そもそもリバーシブルサスってどういうものなのか聞き慣れない方もいるかと思いますので、おさらいしておきたいと思います。ずいぶん昔に流行りましたけども、上着で表の生地、裏の生地、
どちらでも着られますよというリバーシブルファッションというのがね、そういったものがあったと思いますが、このサスペンションアームにつきましても裏も表も両方使える、それがリバーシブルサスになります。では何のために表と裏を使うのかと言いましたら、オイルダンパーの取り付け位置の穴ですね。こちらを見ますと3つあります。反対側を見ますと2つあります。この取り付け角度によってフィーリングとしてはスプリング交換するよりもより細かいフィーリングでサスペンションの硬さを変えられる、そういったメリットがあります。しかし3ミリのビス穴がですね、こういった具合に並んでおりますと、この穴と穴の中間には当然オイルダンパーを取り付けられないわけです。そこで開発されたのがリバーシブルサスペンションになります。この中間のところにセッティングしたいという時は反対側を向けますと、こちら側にその穴位置があります。また真ん中とこの外側、この中間にセッティングしたいという時はまたこの裏側の外側にその穴の位置があるわけです。まあ、こういった具合にセッティングの幅を広げている、これがリバーシブルサスの特徴になります。近年のハイエンドマシンになりますと、このリバーシブルサスではなく、サスペンションの中にアルミブッシュを入れることによって、そのブッシュが真ん中に穴が開いたもの、オフセットされた穴位置、そのつける位置を内側につけたり外側につけたり、あるいは真ん中のアルミサスブッシュを使うことによって3つのですね、取り付け位置を変えられる、そういったサスペンションに近年は変わってきております。今サスペンションアームを3つ並べてみました。まず一番手前が TT02 用のノーマルになります。 TB エボリューションのサスアーム、そして TC01 のサスアームになります。こうやって比べてみますと TT02 に比べるとリバーサスは 1.5 倍長いようなね、サスアームになっています。そして TC01 と比べてもリバーサスの方が少し長くなっていますね。 TT02 は本来入門用のマシンになりますので、ぶつけたりするということも多いと思います。やはり長いものよりは短いものの方が折れにくい、そういった特徴もありますし、材質も合成よりもしなりで折れにくいような素材を使っています。ここでよりハイエンドなマシンになるほど、なぜサスペンションアームが長いのかを考えてみたいと思います。サスペンションアームというのはタイヤが上下に動くわけですが、その時にサスアームというのは円運動をしています。この円運動をですね、極端にやってみますと、こういった具合にタイヤの距離がですね、車体の内側に近づいてくるのがわかるかなと思います。これが長いサスペンションアームになりますと、同じタイヤの上下量でもこの角度がですね、長くなればなるほど浅くなります。角度が浅くなればなるほどタイヤが内側に入り込んでいくというね、動きが減るわけです。タイヤのね、取り付け位置のトレッドと言いますが、これがサスペンションの上下によって内側に入る量をね、減らせる、まずここが一番大きなメリットになってきます。こういったハサミのね、形状を想像していただきますと、支点、力点、作用点と言いまして、もし硬いものを切るときに、この支点に近い奥歯のところですね、ここでハサミ切った方が力が入るというのはね、皆さん普段の感覚からあるかなと思います。で、サスペンションアームにつきましては、車体の根元、ここがね、支点になり、タイヤによってこのサスアームが動きますよね。これが入力の力点になります。そしてオイルダンパーを取り付けるこの位置が作用点となるわけですが、先ほどのハサミをイメージしていただきますと、支点に近い根元ほど強い力が加わります。強い力が加わるので、強いバネレートのものが必要になってきます。しかし力点と作用点、ここが近い距離にありますと、より柔らかいスプリングも使えるというところで、支点と作用点のこの距離の間隔をレバー比と言ったりするんですけども、
サツアームが長いことでそのレバー比のねバリエーションが広くなります。 TT-02 のオリジナルのサスペンションアームではここにしかダンパーを取り付けられませんが、サスペンションアームが長くなったことによってこういったですね5段階、この幅広いところにダンパーを取り付けられるようになり、セッティングの幅も広がっている、そういったところもタイプ S 化するメリットになってきます。サスペンションをタイプ S 化するメリットをもう一つお話ししたいと思います。 TA-08 や TC-01、 この TT-02 もそうなんですけども、ロアアームとアッパーアームにサスボールを使用しております。このサスボールはサスペンションが上下に動く可動とステアリングが切れる、この2つの軸を担っています。そういった構造になりますと、ロアアームとアッパーアームの長さというのがね、どうしても一緒の長さの構造になってきます。こういった同じ長さのロアアーム、アッパーアームのサスペンションというのはタイヤが常に垂直に上下するようなサスペンションになります。車というのは旋回するとき、遠心力によって外側のサスペンションが沈み込むロールという現象がね発生します。そうしますとタイヤというのはポジティブ方向に倒れようとします。タイヤというのは倒れた方向に曲がっていきやすい、そういった特性がありますので、ポジティブキャンバーがついてしまうと旋回方向と逆の方に行きたがってしまって、コーナリングフォースが失われてしまうんですね。ロアアーム、アッパーアームが同じ長さのサスペンションというのは、サスペンションが上下した時に垂直にしか動きません。そうするとロールが発生した時にポジティブキャンバー側に倒れて旋回方向と逆に行きたがってしまいます。これはオンロードオフロード問わず、ミドルクラスハイエンドの車というのはこういった具合にロアアームのサスピンの位置に比べましてアッパーアームの取り付け位置が内側に入っています。先ほども短いアッパーアームというのはこの円運動をした時にタイヤの取り付け位置が内側に入りやすいというね、そういった特性をお話ししました。その円運動の特性の違いを利用しまして、サスペンションが上がった時に短いアッパーアームの方が少しこう内側に入るようなね円運動をします。アッパーアームが短いことでサスペンションが上がった時にまっすぐ上にタイヤが上がるのではなく、キャンバーが増えるようなサスペンションの上がり方をします。このようにタイプ S 化する理由というのはコーナリング時のキャンバー変化特性の最適化というのもねタイプ S 化のメリットの一つになります。それでは本日の動画いかがでしたでしょうか。次回はサスペンションをタイプ S 化して走行の違いも検証してみたいと思いますので、ぜひ高評価ボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。